はい、皆さんこんにちは、園芸チャンネルのゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、皆さんお待ちかねの挿し木のやり方についてやっていこうと思います。前編と後編に分けてですね、今回はですね、挿し木をですね、挿すところまでですね、やっていこうと思います。後編に関してはですね、どういうふうに管理をして、どういうふうに発根していくか、挿し木がね、根が出ていったりとか、挿し木のですね、管理の様子を主にですね、取って、挿し木が成功するかどうかをですね、お伝えできたらと思います。今回の動画は、挿し木を今まで全くしたことがない方、いろんな植物をですね、もっともっとたくさん増やそうと思われている方、花や園芸が好きでもっといろんなことを知りたいと思われている画面の向こうのあなたに向けて動画を撮っていこうと思います。今回のですね、挿し木の前編を見ていただければですね、実際の挿し木を行うですね、ポイントがバッチリわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回は皆さんお待ちかねの挿し木について話をしていきたいと思います。普段ね、農場の方ではですね、種で撒くものもあれば、こんな感じでね、種でね、撒くものもあればですね、挿し木をしてですね、増やすものもあります。特にですね、自社のオリジナル品種でやっていますペチュニアのマドンナの宝石シリーズやソフィアの宝石シリーズは全て挿し木で増やしております。なので一応これでもですね、プロとしてやっていますので、ある程度のポイントを押さえたですね、挿し木のやり方をですね、お伝えできるかと思います。で、大きくですね、4つ今日は話をしていきたいと思います。まず1つ目がですね、挿し木をする目的とやる際のですね、心づるみですね、注意点について話をしていきたいと思います。2つ目はですね、挿し木をする前にやった方がいいですね、事前の準備について話をしていきたいと思います。3つ目がですね、挿し木をする際にですね、使う道具について話をしていきたいと思います。4つ目はですね、実際に挿し木をやっていきたいと思います。では早速ですね、まず1つ目から話をしていきたいと思います。園芸チャンネル。挿し木をするですね、まず目的なんですけども、やはり目的はですね、たくさんですね、植物を増やしてですね、たくさんお庭を飾ったりとか育てたりするっていうのが目的になるかと思います。それが大きく1つ目の目標になると思うんですけども、もう1つ2つ目はですね、1つ目にね、関連しますけども、植物の種の保存ですね。親をですね、更新をしたりとか、親の株がね、どうしても弱ってしまう。そのずっとですね、植えっぱなししているとですね、その株自体が弱ってきてしまいますので、その株の更新のためにですね、挿し木をして増やしていくというようなことですね、目的になってくるかと思います。ただですね、注意してもらいたいのはですね、種苗法改正とかですね、見にされた方も多くいらっしゃるかと思います。今回はですね、かいつまんで話をしたいと思うんですけども、実際にですね、品種登録、種苗登録されている品種をですね、無断で増やして、それをですね、人にあげたりとか、売ったりする。あとですね、挿し木の方ですね、フリマアプリなどでですね、販売とかする。っていうのはね、すべて、NG になりますので、皆さんその辺をですね、しっかりですね、モラルの面をですね、守ってですね、増殖をするようにしてください。やはり新しい品種を改良するにはですね、すごい年月がかかっています。植物なのでね、簡単にどうしても誰でもがですね、挿し木で増やしたりできてしまうので、やはりですね、結構その無意識のうちにやってしまって、可愛い可愛いとですね、隣の住んでいる方が言われてですね、それは飽きてしまったりね、される方もいらっしゃるかと思うんですけども、そういったのは全てですね、ダメになりますので注意してください。自分でね、楽しむ分に増やすにはですね、全然問題ありませんので、誰かにあげたりとかですね、しないようにしてもらえたらいいのかなと思います。じゃあ、どんな品種が品種登録されてるよというのはですね、わからない方も多いかと思うんですけども、そういった方はですね、自分で楽しむだけでですね、人にお裾分けなどはですね、せずにですね、挿し木を楽しむようにされた方がいいのかなと思います。どれがね、品種登録されてる、品種登録されてないってわかる方はですね、されてないものであればですね、販売したりとか人にあげたりするのは問題ありませんので、その辺は自己責任でですね、やはりモラルを守ってやってもらうのがまずとても大事になってくるかと思います。はい、ということで前置きで、ね、ちょっと長かったんですけども、2つ目のですね、挿し木をする前にですね、大事なことについて話をしていきたいと思います。で、今回する挿し木はですね、こちらミントを増やしたいと思います。こちらですね、イエルバブエナというですね、モヒートとかにね、よく使われるミントだそうです。ね、これね、これずっとですね、この感じで、パンパンになってますので、親株の更新の意味を兼ねてね、こちらをですね、増やしていきたいと思います。で、二つ目のですね、その注意するポイントなんですけども、このね、挿し木の方を取る株をね、親株と言ったりもします。で、
挿し木を取る株がですね、やはり弱っているとですね、いい穂が取れません。発根も遅くなったりします。なのでですね、まず前段のですね、大切な処理としてはですね、この親株をですね、ちゃんと管理していただくのが大事になってくるかと思います。で、挿し木の前にですね、大きく3つですね、大事なことがあります。やはりですね、水をたっぷりあげてですね、乾かさないっていうのが挿し木の前に大事になります。どうしてもね、しなえているとですね、その後の発根も弱りますので、まずそういったのを気をつけてください。2つ目はですね、しっかりですね、肥料を与えておくということです。液肥をですね、何回かに分けてですね、まあ1週間前とか 2,3 日前ですね、2回ぐらい分けてですね、たっぷり与えてあげたりとかね、することでですね、挿しの穂の中にですね、養分をたくさん蓄えている状態でですね、挿し木をするのとしないとでも発根が違ってきます。あと最後に3つ目はですね、病気害虫についてです。やはり病気がついているとですね、挿し木をした後にですね、病気が広がりやすくなりますし、虫、特にハダニとかですね、アブラムシがついていればですね、食害なども受けてですね、弱ってきてしまう。でですね、発根してもですね、その後ですね、うまく育たないというようなこともありますので、その3つのポイントを押さえてですね、親株の管理をしていただくのがとても大事になってくるかと思います。人間チャンネル。はい、ではですね、実際にこれから挿し木をしていくんですけども、挿し木をするためのですね、準備をしていきたいと思います。で、今回はですね、ちょっとね、実験も兼ねてやっていきたいんで、挿し木をするときにですね、こういったオキシベロン発根促進剤ですね、ここにインドール酢酸と書いてあるんですけども、これは植物のですね、発根を促すね、植物ホルモンが入っているこういったね、ものを使ったりします。で、今回ですね、いつもはね、このオキシベロンをね、使ってるんですけども、今回ね、こちらルートンとですね、こちら植物活性剤、こちら発根促進剤じゃないですけどもね、こういったものもありますので、この3つをですね、比較してね、実際発根がどうなるかもですね、合わせて見ていけたらいいなと思っています。でですね、まあこういったね、まず発根促進剤とか用意する必要があります。なくてもですね、発根するかもしれないですけど、発根をですね、早くしてあげることでですね、植物自体がね、弱のを防ぐことで成功率もアップしますので、こういったのを使うのはおすすめです。で、用意するもこういったハサミです。で、ハサミもですね、しっかり研いでですね、切れ味が良くしてください。どうしても切る時のですね、断面がぐしゃっとなってしまうとですね、細胞が壊れてですね、うまく発根がしにくくなったりしますので、病気にならないためにも消毒と刃先をですね、しっかり研いであげるのがポイントになってくると思います。あとね、こういった挿し木をするプラグトレーですね。今回はこの200穴のプラグトレーと、あとはですね、このポットの方にはですね、挿し木をしていきたいと思います。で、あと用意するものは、こちらのですね、挿し木のバイドです。こちらはですね、普通の種まきバイドにですね、パーライトを2割とバーミキュライト1割足しました。普通の種まきバイドでも窒素分が少ないものであれば発根は十分するんですけども、今回はですね、ちょっと基礎空気の層をですね、多くするためにパーライトを2割バーミキュライト1割ですね、入れてこんな土を作ってみました。ということでね、これが準備したものです。では早速ですね、挿し木をしていきたいと思います。まずはですね、こちらのプラグトレーと鉢にですね、土を入れていきたいと思います。で、もちろんですね、このプラグトレーとか鉢もですね、バイ菌がいるとですね、発根が悪くなって腐れたりしてしますので、こういったものもですね、ちゃんと洗ったりとかしたものをですね、ちゃんと洗っているものをですね、使うのをお勧めします。何回もね、挿し木とかしていて、洗わずに使っているとですね、やっぱ発根落ちてきたりしますので、その辺は注意が必要です。はい、土が充填できましたので、これをね、しっかり濡らしたいと思います。
はい、こんな感じで、ね、土に木をねたっぷり濡らしましたね。僕はねちょっと時間なかったので挿し木をする前にこの辺土を濡らしたんですけども、普通であればですね、まあ、こういった目が細かいジョロがなければですね、こういった容器に水を張ってですね、底面給水をしてですね、しっかりですねプラグの土でしたりとかポットの土がですね、水がですねある状態にしていただいた方がいいかと思います。それでですね、余分な水をですねこう落ちた後にですね挿し木をするのは僕はお勧めします。で実際ですね、これから挿し木をしていきたいと思います。はい、実際にですねこちらミントのですねを今から取っていきたいと思うんですけども、挿し木のですね成功率もですねこの取る場所によって変わってきます。基本的にはですねこの成長点、天に近い頭に近いほどですね挿し木の発根が良くなります。それは何でかというとですね、まだ細胞がですね硬くありませんので芽が出やすいということもあってですね、この1個2個目ぐらい3個目、まあこのミントだとね多分出やすいので、まあ下まで行ってもいいんですけども、なるべくねこの上の2、3節をですね使うのをですねおすすめします。こんな感じですね、切っていきます。ミントのいい匂いしますね。はい、こんな感じですね。まず穂を切りましたですね。これをですねまずはですね挿し木用のですね挿し木するようにですね切っていきたいと思います。で切る時のポイントなんですけども、ハサミをですねこれ45度斜めですね切っていただくのがおすすめです。こんな感じですね、45度斜めに切ってください。これなんでかというとですね、こういう風に切ることでですね、この茎の方からですね水分をする導管という部分のね表面積が楕円形になるのでですね、あの増えますので水分のね吸収が早くなります。なのでこういう風にね切ってあげましょう。でこう切ってもらってですね、ポイントとしてはですねこの節があるかと思うんですけども、このね一つの節をですね、土の中に埋めてもらった方がですね発根が良くなるので、こんな感じでね一節切ってですねやっていきます。で葉っぱが多いとですね水分がね出ていくスピードが速くなってですねしおれちゃう可能性があるので、若干ねこんな感じで切ってあげてですね穂を作るのを僕はお勧めします。こんな感じですね。で今日はですね曇っていて雨も降っているので、3月の中旬で気温も低いのでこんな感じでですね置いてますけども、もしですね夏場とか気温が高い時にやる場合はですね日陰をしてあげないとこの穂がね傷んでしまいますので、そういった注意も必要になってきます。今日はですねこのままやっていきたいと思います。でね、これを処理していきたいと思います。
はい、これですね、穂ができました。ではですね、早速挿し木をしていきたいと思います。でまずね、今回は実験も兼ねて3種類やっていくので、まずはですね、こちら普段使っているオキシベロンからします。だいたい僕たちが使うときはですね、こちらを200倍にして使っています。なのでこれに穂1リットル入ってますので、これに5ミリですね入れて、こちら5ミリぐらいをね、これ混ぜてあげて使います。で大体ですね、この中に僕たちの場合はですね、20秒ぐらいですねつけます。こういった草花の場合はですね、20秒ぐらいつけて挿し木をしてますね。1、2、3、4、5、これですね、これで1、2、3、4、はい、20秒経ちました。なのでね、これであとはね、刺していくような感じになります。で刺す時のポイントなんですけども、こういったね、茎が長いものを刺す時なんですけども、先の方を持って刺してしまうと、こうプラグのね、下ギリギリになってしまいます。そうするとですね、先がね、乾きやすくなってしまうので、僕がやるときはですね、こういった刺したいところまでですね、こうやって持ってもらって、ちょんと土に指が当たるところまでね、こうやったらこれで1センチぐらいですね、刺さったことになりますので、こんな感じで僕はいつも刺しています。こんな感じで刺しました。じゃあ次をね、刺していきたいと思います。次はこちらルートンをやっていきたいと思います。こちらもですね、発根促進剤で植物ホルモンが入っています。こちらは粉タイプの、見てください、ね、こちら粉タイプの発根促進剤になります。これはですね、ここにちょんとつけていただいて、これでですね、挿し木をしていきます。いきますよ。これをちょんとこんな感じですね。でこれいきますね。じゃあこれいきます。でこれいきます。で最後にですね、こちら発根促進剤じゃないんですけど、メンデールでね、よく効きますので、これをですね、今度やっていきたいと思います。これはですね、これ書いてあります。キャップ1杯10ミリに対して1リットルですね、100倍に薄めて使います。でね、この液を今度は作りたいと思います。はい、こちらですね、水を用意しました。ここにですね、今度はこちらをですね、キャップ1杯ですね、入れていきたいと思います。どういいかな、で入れた後に同じようにですね、つけてあげればいいかと思いますので、つけていきたいと思います。大体20秒ぐらい経ちましたかね。経ったので、これをですね、今度挿し木をしていきたいと思います。同じように挿し木をしていきます。はい、これですね、挿し木が完成しました。あとね、こっちの方にもですね、挿し木をしていきたいと思います。これはね、オキシベロンのやつをですね、やっていこうと思います。これはですね、最初はですね、僕ら普段使っているオキシベロンの液にですね、20秒つけたやつをですね、
差し切りしていきたいと思います。カッチン20秒じゃなくても全然問題ありませんので、だいたい20秒とかね、ちょっとぐらいね、1分とかなっちゃっても別にね問題ないと思いますので、こんな感じで緩くですね使ってもらうといいと思います。ね、ここにね、ここは土が深いのでね、この葉っぱのギリギリ前で、ね、刺してみたいと思います。はい、こんな感じですね、刺し木が完成しました。今回ですね、3パターン、こちら普段僕たちが使っているオキシベロンというですね、発根促進剤を使ったものですね、こちらルートンを使ったもの、こちらですね、メネデールを使ったものですね、実験を兼ねて3パターンをやりました。この後の管理なんですけども、直射日光に当たってしまうとね、どうしても弱ってきてしまいます。できたらですね、こちらフォーマットみたいなね、マットの上にですね置いてあげて、20度ぐらいの温度で管理してもらった方がですね、発根はかなり早くなってくるかと思います。ただですね、一般の家庭ではそういったことはできないと思いますので、今回はですね、こちらマットを使わずにですね、夜温が10度とかそのぐらいの場所にですね、今回これを置いてですね、定点カメラでこの後どうなっていくかも合わせてですね、撮っていきたいと思います。日中は直射日光が当たってしまうと、どうしてもね、根がないので水分吸えないので、しなしなと枯れてしまいます。なのでこういったね、日陰にできるようなものをですね、上にかぶせてですね、管理をしていきたいと思います。園芸チャンネル、はい、ということで今回は挿し木の前編ということでですね、挿し木のやり方について詳しく動画を撮っていました。いろいろなポイントがあるかと思いますので、一個一個ですね、細かいポイントかもしれませんけど、完璧にですね、挿し木をしたい場合にはですね、そういったポイントをしっかり押さえてやるのとやらないのとでは全然ですね、挿し木の発根も変わってくるかと思います。またですね、こういったやり方もありますよと、おすすめなやり方などがあればですね、僕の方もですね、いろいろ勉強していきたいので、コメント欄とかですね、書いていただいて教えてもらうととても嬉しいです。今回動画見ていただいて、いいねと思われた方はぜひ高評価お願いします。また、ゆうきの園芸チャンネルでは、今回のようなですね、植物に関するいろんな動画を動画でアップしています。園芸や花、野菜が好きで、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をこちらよろしくお願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また見てください。バイバイ。